1>, えー、1本目はねお友達が、えー、ボールを取り替えてしまうという、まあ、よくあるパターンだと思いますこれはね結構日本でもいたずらとして、えーあのうんね、始球式で使う煙、えー、幕ボールで結構ねやったりしますけど2個目は面白かったですねチャーリー・ホフマンが映、えー、ってましたけどチャーリー・ホフマンというと昔は結構プッツン男でいろんなものを壊したり投げたりしてましたが、えー、2011年でしたかねプレイヤーズ選手権で本当にドッパターをポーンと折ってしまってぴょっと投げた。 でキャディーをやってた男の人が本当にチャーリー・ホフマンのパターをやったふりをしてましたけど違うクラブを使ってやってるんですがあのキャディーさん、えー、チャーリー・ホフマンのレギュラーキャディーではなくてですねキャディー・フォー・キュアというヒエリー団体がやってます。その、えー、チャリティーで えー、選手たちのキャディーをする権利を買うという団体があってそれがチャリティーにか落札したお金が全てチャリティーに回るという団体で、まあ、まさにプレイヤーとキャディーとのコミュニケーションを取りながらチャリティーを行っていくという PJ ツアーの本当の裏の、まあ、裏じゃないですけどね表に出しているそのチャリティーというのが前面に出たシリーズになってますけどまさか自分のねキャディーさんが真似してポンってやって。 こん,なこんな感じでやったんだろうなんてね言ってましたけどまあいい絵でしたねチャーリー・ホーフマンもなんか泣き崩れるかのようにグリーン上にひれ伏してましたがあれ最初は多分自分の本当のエースパターをやられちゃったんだと思ったんでしょうねまあ楽しいですねあれジャンボさんのや青木さんのやっちゃったら大変なことだからやっぱ日本ではできないと思うんですよね。気をつけましょうね皆さんね、えー、ちょっと一歩間違えれば本当にドーンってなっちゃうようなこともありますんでお気をつけください。 さあ、えー、次でございます次はですね、えー、ゴルフ場に行くとボールが飛んできて自分の車がへこんでたなんていうこともあるかと思いますがそんないたずらがこんなことになっちゃいました。見てくださいどうぞ